これまっすぐ行けばね、行けるんですけど、ね、この左曲がってね、一本中の道をね、走るとね、見えるかな、カメラで見えてくるんだけど、ここね、何にもない畑なんですよ。畑なんですよ。ね、僕最初ここに来た時ね、あ、いいとこだなーって、向こう側にね、山見えるでしょ。あれね、もう三重の山だよ、確かね。近くに見えるけど。あ、いいね。もう左前方見えましたね。あの桜のともみじの色かな。いい感じですね。一回ここで弾けるだけ弾いた絵で撮ってみますか。遠目にはだいぶ咲いてるように見えますからね。近くに行けば、うん、だいぶいい感じで。さて、どれぐらい寄れるか。まだまだ寄れるか。目いっぱい引いたらどうなるかっていうのはちょっと。これ近くに行かない方が正解かもしれない。これはね、遠くから見た方がいいですね、今日は。失礼します。お邪魔します。ちょっとだけ失礼します。一応ね、ここは私有地ですからね、この畑の持ち主の人に、お断りしてます。これはどう撮ろうかな。バイクいらねえな。バイクいらねえな。バイクいらねえぞ。これはかなり縁でないか。うん、これね、難しいね、やっぱりカメラってね。暑い。もうすでにね、電熱ソックスと、カイロいらないです。そちらのインプレはね、あの別の機会にしましょう。今日ね、全然、そんなんどうでもいいですわっていう感じ。いいね、マフラー光ってるね。これがいいっていうのはね、車がね、隠れた。で、車が隠れて、バイクがここにあるっていうのがよくわかるアングルで、しかも背景は、もみじがちょっと混ざった桜、薄い桜色。で、この加減が難しいね。好みだからね。これ、本当カメラ沼ハマってる人、気持ちわかるね。まあ、あれですよ。どちらにオートバイにしよう。カメラにしろね。趣味の世界なんで、自己満です。ああ、ここまで行くと、あ、個人的にはこれがいいな。
これ近くに行きすぎると暑い暑い、近くに行きすぎるとあれだね、ちょっと難しいですね。かっこいいね、森脇の白のグロムにぴったり。そうそう、最近ね、そうそう、あの有名なね、某あの三重にお住まいの、うん、あのね、有名な YouTuber さんね、このね白いグロムね買っちゃいましたね。まあすでになんかね、いろいろと取り付けてね、通勤者になっちゃってるみたいですけどね。空波さんね、空波さんね、あの方は一回会ってみたい ね。年齢もほぼ一緒ぐらいだったかな、私よりもちょっとだけお若い、でもほぼ同世代、まあ、波乱万丈の人生を歩まれてるみたいですけど、まあ、私なら乗り越えられないかな。こっちに、すいません、お邪魔します。倒れるなよ、大丈夫だね。すいません、お邪魔します。有名ブローカーじゃない、ブローカーじゃねえや、元ブロガーの方もね、多分全く同じ認識だと思いますよ、確かね。衝動買いされたのかよくわからないですけど、愉快な方ですよね、あの方もね。同じグロムまさかね、確かマフラーもこれじゃないけど、森脇のマフラーじゃなかったっけ。いかん、暑い、しまったね。今日ね、さっと帰るつもりだったんでね、実はね水分持ってきてないんですよ。暑いわ。あ、いい感じいい感じ、うん、なんとなくこの距離感がいいな。難しい、あ、足がつりそう。このカメラのね、いいところはね、今ね、頭より上に掲げてシャッターを押してるんですけど、暑い暑い暑いっす、暑いっす。広角はね、うん、これ風景撮るのには広角やべえ、汗だくだ、暑いぞ、マジ暑いぞ。お邪魔します。よいしょ、
いいね。ああ、可愛らしいね。さて、たっぷり写真撮りました。というかね、時刻も時刻なんですけど、そろそろ帰りたいな、お昼前なんで。暑くてね、半端ないっすわ。汗だくです。こんなに陽気になるとは思いませんでした。ここはカメラで映ってるかな、カメラというのはインスタのカメラだけにしておきます。もうね、ここもいい感じなんですけど、ちょっと通りが多いのでやめます。やめたいし、もう暑くてね、ここもね、あ、いい感じ。いい感じ。もう一枚だけ撮るか、写真。もう一枚だけ撮るか。こんないいタイミングはなかなかないからね。いい感じだね。いい感じ。うん、いい感じ、いい感じ。よしと、もういい。もういい。このね、お寺のところも、この先にお寺があるんで、そこで、だるま寺をちらっと見つつ、Uターンして帰りたいと思います。よしと。体からね、多分頭の中も汗かいてると思う。もう首もそう、もう家に帰ったらそう着替えしないって感じですね。あ、見えたかな、カメラで。インスタ、インスタ動いてるね。右手がね、これがね、ダルマ寺と呼ばれてます。開運。開運ですよ。
させていただきましょう。多分ここの駐車場がその境内の中でね、だるま供養がされると思いますけどね、来年早々だと思いますけど。おいおい、電熱ヒーターソックスの方が熱いぞ。局部的に熱いな、転んでもすぐ起き上がる。そうなのよ、七転び八起き、私好きな言葉の一つ。はい、たくさん写真撮りました。汗だくです。もう帰りますたくさん写真撮ったんですが、果たして皆さんに見ていただけるような写真が撮れたか。あ、左側にもあるの、分かりませんけれども、まずね、桜はね、いい感じで見れましたね、うん、で、いろいろ今日は、撮影、と桜と紅葉と、あとね、防寒の、電熱ヒーター、電熱ソックスのね、初登場、パルカイロよりとバーサス電熱ソックスやろうかなと思ったんですけど、お天気よくなりすぎまして、出発した時は曇ってたんですけど、すごい曇ってたんですけど、もう現着する頃にはね、もう雲も切れてお日様が差して、で風もなく、もうね、暑くて暑くて、もうヒーターいらないのに、パイロもいらないのに、もう切るのも面倒も剥がすのも面倒もぐらいになっちゃったんで、防寒対策に関しては、今回はやめできません。もう汗、暑い、ようやく汗が乾き始めたかな。風邪ひくぞこれ、風邪ひく。ということで、今日はこの辺にしとくかな。またね、強引に終わらせる。